はい、今日の朝の散歩はスピードウェイです。アクティブ富士スピードウェイアクティブパークキャンプ。なんかラリーの会場に来たみたいですね。こんな感じになっております。入場無料。おいくらつくねみたいな。シャークラントラリー。マシンがいっぱい置いてます。東京学芸大学駅近く、しずとしという隠れたバーが出店。え？嘘？どこどこ？あ、本当？知らんかった。いやー、ジャージースポーツ、ミュージックサブ、当日便、DJ タイムじゃ。へえ、こんなイベントあったんか。知らんかったね。楽しそうでしょう。楽しいの。夜はもっと綺麗やったね。ライトアップして、ほらラリー会場みたいでしょ。ほんと SS の、おや、こんなのあるぜ。いや、こんなのデリーズしてみたいね。うわ、すんげえショックもすごいよ。ガスショック。うわ、頑丈そうにできてるね。ああ、フェンダーじゃなくてタイヤハウス突き破っちゃってるよ。やるね。うわ、すんげえ傷ついてるし、どっかひっくり返ったんかね俺。リーフスプリングだけどガスショックついてるし、しかも何これ、なんかえらいもんついてるよ。お、むき出しだよトランク。またここもタイヤハウス突き破っちゃって、電気って止めてないやん。すごいよほらね、もういつでもとりあえずに、もう機能的だね。ウィンチはある、消火器はあるね。えショックほら見て、ショック冷却してるよ。何これ、冷却ファンがついてるで。ほらここに、まさか自衛隊後ろついてんの。そんなことないよね。なんだろうこのファン、ショック冷やすの。どこ冷やしてんのって感じだよね。まあ、ちゃんとこういうなんか何する機械だろうねこれ。なんだろうこれ、なんかメンテナンスするとき使うんだろうね。ウィンチこれ絶対必要だよね。しかも後ろにつけちゃうっていうところは俺には発想がなかったよ。ほらね、バネついて、イルミ止めもちゃんとついてるし、だれつくせりだね。あれ、あ、あれ、そういえばジャッキのハンドルがねえんだけど、どこ、これ、ひょっとしてこれがジャッキハンドル。あ、そうだったのか。あー、これただあの棒が外れてもどっか行かないようにやってくれるよね。とことん引っ掛けたらだけだ。これこれジャッキの棒だ。すごいね、なんかいろいろなセンサーついてる。これなんだろう、ブースターケーブルかな。そう、もう繋ぐだけみたいなね。ナビも大変だね、お世話しなきゃな。ほらすごいよ、オートマだよこれ。いや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 、 TRD のフルカーボンバケットじゃないこれ。すごいね。しかもダブル、なんていうんだっけこれ、ピストン2つついてる、ブレーキついてるよ、四駆なのに。何これ、後ろもディスクじゃん。すごいね、 TRD、 もうすごいね、
機能性を引き出しにしてると、ほらね、エアクリーナーダクトも上まで行ってんのよ、これサファリみたい、信じらんない、こんなの乗ってみたいね、ほんと。ほらブルもあるよ、ブル。オーナー車を行って帰っちゃったらしいんだけど世田谷を走るこれでみたいな、ジャフのあれもついてるし片やあの ランドローバーまだオープンしてないけど、どうかな、今日時間ないからな、もうちょっとゆっくり見たかったな、うん、ちゃんとスタッフもテントでキャンプ気分みたいなね。これがね、またね、なんか最近ピカピカも俺好きなんだけど、サビ塗装が流行ってるらしくて、それの体験ができるって言うんですよサビ塗装ワークショップ、参加費はワンコインで、ペンケースをサビ塗装を体験しましょうって、15日は9時から11時から14時から、開始50 15分前までに、ほら錆びてるみたいだけど、これ塗装なのよ、錆じゃないのよ、塗装、本当みたいなねえ、これ映るかな、これは本当の錆だろうなねえ。マーチがこんな、なんでこのリベットを売ってるのかがちょっとわかんないけど、錆塗装しすぎて錆びちゃったのかなほら、なんだろうねこのリベット、リベット増し、マジでみたいなこれそっくり取れんのかな、ズボーンと。錆びてるわけがないでしょ、ドアミラー、これ錆び塗装なんだって、塗装でここまでリアルでしょね、ほらこう濡れるとな、さらにリアルになるねこれ。いやー、こういう止め方があったんだね、絆創膏の仕方が、絶対外れないよねこれじゃ。はっはっは、いいね、こういうな、リベットとかこういうなんか絆創膏的なものがなんか本物感を増すというか、いかにもズタボロ感を出すというか、失礼な言い方すれば。あ、クラウンノートだっけこれ、なんだっけ、さすがだね、これトラックの人だったら絶対必修でしょこの結び方、俺できんけどね、ここもこれいいんよ、ロープ1本で金もいらないんだから、さすがやね、慣れてますね、設営もキャンパーだけにみたいな。こんなのを見ながら、え、何、レンジローバーが見たい、高級車に興味ないのよ俺スポーツカーは別だよ、ディスカバリーランドルーバー、今流行りのこのボンネットにね、ディスカバリーとかさ、うわ LED だよね、相変わらず最近高い車ちゃうね、もうオールカラーだよもうね、感がいいね。あら、盗難防止働いてるし、見て、あのシフトノブないのよ、全部あのタッチでやるんじゃない、これひょっとして、すごいね。あ、メーターパネルだ、でも一応液晶パネルなのかと思ったけど、なんかいろんなものついてるね。ああ、こんなので自転車積んで
チャイクリング行きたいね。これだったら寝てもらえるも余裕あんじゃない？うわ、すごいね、これ。下回りもフラットになってるよ。これ。